きげんよう。シークレット歌劇団0931オークサイ夢組トップの銀河優と、同じく夢組トップの甲賀美鈴です。どうも。今回は甲賀さん、はい、ドレッシングです。これはドレッシング1本置いてあります。飲めた。これ飲むのか。飲むなら振った方がいいぞ。そうだな、これよく振ってから飲めませんって。これはの、いや、あるんだろう、早く出すんだ。そこでもたもたしてるから私たちずっとこれで飲まなきゃいけないとこだった。飲めるかなと思いながら挨拶した。あと10秒来るの遅かったら、ちょっとだけ飲んでた。よかったら飲まなくて。よかった。これをかかってるってやつ。トマトにかけただけか。もうかかってます。もうかかってる。あの、これ持ってきたのはいいけれど、あれだろう、ナイフとフォーク。じゃあまた箸だ。いつかこうやって食べてみたいな。そうだな。じゃあ、また一つだ。そしてこれ、じゃあ一人一個じゃないんだ。うん、違う。一食パーティーみたいだな。でも私たち座ってる。そうだ、シソが上に乗ってるぞ。乗せてやろうか。いらないんだよ、私はシソはいらないんだ。どうすんだ。これは私とお前しか食べないんだからいいだろう。あなたがしそう。お前乗せすぎだろ。ドレッシングの味を知りたいの。私はだろ。ああ、だったらなんで私に青、あの、しそをいっぱい乗っけようとしたんだ、お前は。じゃあ私も少しよけるぞ。いただきます。うん、いや、ちょっと待って。このドレッシングはうまい。申し訳ないが、これは飲んでもよかったぐらいうまい。本当だ。じゃあ、北海道産の玉ねぎなのか。これはな、ちょっと甘みもあってな、なんかこうサラダだけじゃもったいないな。うわ、そっかそっか、つぶつぶも入ってる。感じたぞ。うん、私が上サラッとしただけだったからつぶつぶなかった。ほら、今の音聞こえたか。聞こえないって。玉ねぎの音だ。聞こえないんだって。それは甘く聞こえないだろ。ほら、音声さんがうんうんって。それは聞こえないんだよ。ただな、見えるか、つぶつぶだ。見えないな、カメラさんも見えないな。はい、見えませんでした。そういうことか。でもこれ何にかけても全部美味しくなる魔法のドレッシングだな。ちょっとでもこれ